カスハラ、対応しません。JR 東日本グループは26日、客が従業員らに過度な要求や迷惑行為などを行うカスタマーハラスメント、通称カスハラへの対処方針を発表。カスハラが行われた場合、お客様への対応をいたしませんとしました。対象のカスハラとして、身体的精神的な攻撃や土下座の要求、社員の個人情報の SNS 投稿などを例に挙げ、悪質な場合は警察や弁護士などに相談することも明言。客の意見や要望には今後も真摯に対応するとした上で、カスハラには毅然と対応し、社員一人一人を守ることも、継続的に安全で質の高いサービスを提供していくために不可欠と考えたと説明しています。 JR 各社でカスハラへの対応方針を発表したのは初めてとみられます。ブーイングを振り払う特大アーチ。ドジャース大谷翔平選手が敵地ブルージェイズ戦に2番 DH で先発出場し、1回の第1打席で3試合ぶりの7号先制ソロホームランを放ちました。この一発で大谷選手の本塁打数は移籍後初めてチームトップに浮上しました。以前には大谷選手の移籍先と報道されたこともあるブルージェイズ。ワンアウトランナーなしで大谷選手が最初の打席に立つと、スタジアムは大ブーイング。勝負は3球目でした。カウント 1-1 からのスライダーを捉えると、高々と舞い上がった打球はライトスタンドへ。敵地ブーイングを振り払う豪快な一発を放ち、ダイヤモンドを一周した大谷選手はベンチに戻ると満面の笑顔を見せました。母親突き飛ばし死亡、息子を逮捕。千葉県船橋市の自宅で母親を突き飛ばすなどして重傷を負わせたとして、19歳の男子大学生が逮捕されました。母親はその後死亡しました。警察によりますと、船橋市内に住む19歳の男子大学生は26日午前9時ごろ、一緒に住んでいた53歳の母親を突き飛ばすなどして頭に重傷を負わせた疑いが持たれています。母親は船橋市内の病院に緊急搬送されましたが、27日午後死亡が確認されました。母親は親子喧嘩をしていた際に突き飛ばされたとみられるということですが、喧嘩の原因などは分かっていません。男子大学生は警察の取り調べに対し容疑を認めていて、警察は今後傷害致死の疑いも視野に捜査するとしています。人気アナが産休から復帰。昨年11月に第一子を出産したテレビ朝日の弘中彩香アナウンサーが29日に自身のインスタグラムを更新し、産休育休から復職したことを報告しました。約4ヶ月ぶりとなる投稿では、いやー本当待ち遠しかったですね、復職してから明らかに自分が本来の自分を取り戻しているのを感じてますと、仕事復帰への喜びと意気込みが記されました。弘中アナは2022年9月にベンチャー企業社長と結婚、23年5月に第一子妊娠を公表し、同9月7日に産休入りすることを報告していました。復帰後初の放送は4月30日午後7時からのわんぱく家族2時間スペシャルになるということです。熊が軽トラックに襲いかかりました。28日午後1時ごろ、山菜取りに行き車に乗車中熊に襲われたと軽トラックを運転していた50代の男性から警察に通報がありました。警察は注意喚起のためにドライブレコーダーの映像を公開。映像では林道を走行中の軽トラックに1頭の熊が勢いよく襲いかかる様子が映っていました。衝撃でフロントガラスにはひびが入り、ワイパーも壊れています。画面左側には子熊とみられる個体も。軽トラックを運転していた50代の男性と同乗者に怪我はありませんでした。警察では山に入る際は熊よけの鈴やスプレーを持参するなどの注意を呼びかけています。恥ずかしいので言いたくない。26日午前6時ごろ、兵庫県赤穂市小浜町の保育園の中で男がうろついていると警察に通報がありました。フェンスをよじ登って保育園から出てきたのは、赤穂市内に住む28歳の作業員の男で、警察は男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。当時保育園の中に人はおらず、男は窓越しに部屋の中をスマホで撮影していたということです。男は警察の調べに容疑を認め、侵入した目的については、恥ずかしいので言いたくありませんと話しているということです。首相が会見、解散はない。岸田首相は30日午前、官邸で記者団の取材に応じ、衆院3補選で自民党が不戦敗も含め全敗を喫したことについて、補選の結果については真摯に重く受け止めています。自民党の政治資金の問題が大きく足を引っ張ったことは、候補にも応援してくださった方にも申し訳ないと述べました。その上で、総裁として政権与党としても課せられた課題に一つ一つ取り組み結果を出していくことで責任を果たさないといけない、それにより国民の信頼回復に努めていかないといけないと話しました。また衆院の解散総選挙の時期については全く考えていないと答えました。移籍理由が気になります。フィギュアスケート五輪に大会連続メダリストの宇野昌磨さんをマネージメント契約する株式会社ユニバーサルスポーツマーケティングは、30日付で独占代理人契約業務満了したことを公式サイトで発表しました。合わせて宇野さんが1日よりヒーローズマネジメント株式会社に移籍することも発表されました。ユニバーサルスポーツマーケティングには荒川静香さんや高橋大輔さんが所属、宇野さんはシニアに移行した2015年から契約していました。1日から移籍するヒーローズマネジメントには浅田真央さん、宇野さんと交際中の本田真凜さんが在籍しています。宇野さんは新シーズンの強化指定選手に選出されているほか、人気漫画ワンピースを題材にしたアイスショーで主人公のルフィ役を務めるなど、実力と幅広い活躍で人気を博しています。坂道の多い地域での事故です。
28日午前10時半ごろ、群馬県伊香保町の県道でベビーカーに乗った7歳の男の子が車にひかれました。警察によりますと、男の子が地面に足をつけながらベビーカーで坂道を下って道路に侵入し、獣医師の男性が運転する車にぶつかったということです。一緒にいた男児の母親が119番通報しました。男の子は意識があり、病院に運ばれましたが、くも膜下出血と右足の骨を折る重傷です。現場は片側一車線の県道で、警察は車を運転していた男性から任意で話を聞くなどして、事故の詳しい経緯を調べています。食品の値上げが止まりません。民間の調査会社によりますと、5月に値上げを予定する食品は417品目で、2800品目が値上がりした4月に比べると品目数は大幅に減ったものの、円安が長期化すれば秋以降に値上げラッシュが訪れる可能性があるということです。値上げ品目の内訳では、大型のペットボトル飲料など酒類飲料が半数以上を占める結果に。また猛暑などでオリーブが不作だった影響を受け、オリーブオイル製品は大幅に値上がりします。そして電気料金に上乗せされる再エネ賦課金の引き上げや液化天然ガスの価格の上昇を受けて光熱費も値上がりします。連合が発表した2024年春闘の集計結果によりますと、今年度賃上げを実施もしくはこれからする企業は 77% だった一方、賃上げ率 5% を達成できたのは 67.7% で、全体の3社に2社は目標に届かなかったということです。突然すぎる結婚報告です。お笑いコンビオリエンタルラジオの藤森慎吾さんが結婚を発表しました。5月1日放送の TBS ラジオパンサー向かいのフラットに生出演した藤森さんは、番組中盤、先日結婚をしましてと唐突に報告。4月に婚姻届を出していたことなどを明らかにしました。お相手について問われると、一般の女性の方でして、同棲を一緒に始めたという彼女と結婚させていただきましたと説明。出会ってからで言うと多分1年経ってない、波長というか相性が良かったとしみじみ語りました。なお、婚姻届の保証人は俳優の小栗旬さんにお願いしたそうで、近所だったのでと明かし、スタジオの笑いを誘いました。藤森さんは今年1月、元タレントでスポーツインストラクターの一般女性との交際と同居を発表していました。タバコ臭いと業務拒否。国土交通省へ派遣を命じられた兵庫県川西市の職員が、市が用意した住宅の清掃が不十分だったことを理由に派遣の中止を主張し、業務に従事しなかったとして、市は4月30日戒告の懲戒処分としました。市によりますと、処分を受けたのは都市政策部の20代女性職員。新年度からの研修派遣で市が用意した賃貸住宅に入居しましたが、タバコの残りがが充満し、換気扇にホコリが溜まっているなど清掃が不十分で、研修を継続できる状態でないと市に訴えました。市は新たな物件を用意すると約束し、職員はホテルに移りましたが、初日に出勤しただけで生活の基盤となる居住環境がなく、もはや研修の続行は不可能、処分を受けても構わないと、以後は業務を拒否したということです。市は4月12日、この職員の派遣の中止を決め、翌日付で別府署に移動させています。校長の態度にムカついた。1日午後、愛知県小牧市の高校で窓ガラスを拳で殴り割ったとして、52歳の男が逮捕されました。警察によりますと、1日午後2時40分ごろ、小牧市にある高校で、学校に来た保護者が騒いでいるなどと職員から110番通報がありました。さらに警察が出動中にも、保護者が校長室に入って暴れて窓ガラスを割ったなどと通報があり、その後、学校に到着した警察が、廊下の窓ガラス1枚が割られているのを確認したということです。警察は校内にいた無職の男を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し男は、子供のことで学校と話し合いをしていた際、校長の態度にムカついてガラスを割ったなどと容疑を認めているということです。カビの生えたシフォンケーキを回収。イオンモールの店内で販売されたシフォンケーキの一部にカビが発生していたとして、販売を企画した会社が自主回収しています。自主回収の対象になっているのは、4月19日から22日まで倉敷市のイオンモール倉敷で販売されたシフォンケーキおよそ5000個です。催事を企画した滋賀県の天平フーズによりますと、商品を購入した人からカビのようなものがあると連絡があり、事態が発覚。また消費期限の表示も欠落していました。同社ではこれまでに健康被害の報告はないとしていますが、厚労省によりますと下痢の申し出があるということで、現在商品を回収し因果関係を調査しています。ネタバレに怒り、部下に暴行。人気アニメ推しの子のネタバレをした部下の胸ぐらを掴んだり腰を蹴ったりしたとして、京都地方法務局の50代の男性職員が暴行の疑いで4月30日付で書類送検されました。関係者によりますと、男性職員は2月1日当時勤務していた京都地方法務局宇治支局で勤務時間外に雑談中、部下の50代男性が人気アニメ推しの子の展開を話したところ、ネタバレをされたことに激怒し、部下の胸ぐらを掴み腰を蹴ったということです。部下の男性に怪我はありませんでしたが、3月末まで休職しました。書類送検された男性職員は現在京都地方法務局の本局で勤務しており、取材に対し捜査中のためコメントは差し控えると話しています。マシュマロ詰まらせ意識不明。先月22日沖縄県石垣市内の学童クラブでおやつとして出されたマシュマロを小学生が喉に詰まらせ、意識不明の重体となっていたことが明らかになりました。児童は現在も意識が回復せず入院しています。
市によりますと、4月22日午後4時頃、マシュマロ1個を食べていた児童が苦しそうにしているのに近くの職員が気づき、別の職員と共に背中を叩くなどしてマシュマロを取り出したものの、児童は意識不明の状態で病院に搬送されました。児童らのプライバシーに配慮するとして、市は性別や学年などを公表していません。担ぎ手の男性がだんじりに挟まれました。4日午後1時50分頃、兵庫県神戸市東灘区で行われていた本山だんじりパレードで、だんじりに挟まれた人がいると消防に通報がありました。警察と消防によりますと、パレード中に荷台の山車が近づいた際、祭りの関係者の男性が挟まれ病院に搬送されたということです。男性は40代から50代くらいとみられ、怪我の程度は分かっていませんが、意識はあるということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。